健康維持にと始めてから数年、今では地域等のイベントなど多数参加しております。一年一年大変ですが、福祉活動に頑張っているチームです。それではお願いします。はい、皆さんこんにちは。ですね、今ご紹介いただきましたけど、一年一年大変ですって言ってましたけど、平均年齢70いくつしましょう70過ぎております。まだまだ元気で頑張ろうかなと思っています。今日はですね、花笠で鹿沼の町にお花を咲かせたいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。楽しく踊ろう会、よざこい宇都宮の皆さんでした。